あ、そうです。天川賞の話ですけどね。天川賞の賞は水だってね。ウサギとして、シーダルダがね、亡くなる直前に娘であるシータ、すなわちマカカショウが戻ってきた。シータの顔を見て、シーダルダは、うわ、また狩り作ってもうたって言った。そのまた狩り作ってもうたっていうのが、マカカショウって意味なの。マカカショウっていうのは、あ、また狩り作っちゃったって意味なの。娘にまた狩りができてもうたって意味なの。実は、シーダルダがシータにマカカショウって言って、シータがついた時に。で、ラキコエビでーなんでだで、結局その、そんなギャグ知ってたから、気になるみんなが未来人とかスター人とか言ってるから、ありえないギャグ知ってるよ今知ってるはずよ、ないギャグとか知ってるやろ、ほんと。なそれと一緒やな。ちょっかな。張り飛びしてるやんか。うちも含めて、さやかも含めてな。殺されたりしてるよ、いろいろと。で、シッダルダの時代ってのは、張り飛びした直後やってん。ちょっと戻った直後やってん、あの時代。なんかみんな結構覚えとってん、ドラえもんのこと。あの時代の人は。だ結構インドに、日本人がな、あの時代。張り飛びした時に、裁かれるべきっていうか、まあ、うちに対してひどいことしたい人たちは、みんなインドに、飛んでん、ジャンプして、タイムジャンプ。日本からインドに。で、みんな覚えとってん、ドラえもんのこと。みんな結構あの時代の人たち。いうか、まあ、シッダルダの周りに集まった人たちはな、インドの中でもな、日本、この時代の日本から、ピョンってあっちに、タイムジャンプしちゃった人たちやった。で、シッダルダ見つけて、助けて、借りて、借りて、借りて、現代のように借りて、って。今現代だから、この現代じゃなくて、あっちの現代っていうか、やって。マジやで。大リーク。知ってるやろ、今日の構想達はこれぐらいのこと。なんで、まあ、うちの口から言わせるのがオンビーやな。